んにちは、池田真子です。今日の真子チャンネルはアイテムです。はい、今回は100均ダイソーの購入品を紹介したいと思います。クリスマスのグッズだったり DIY に使えそうなものだったりいろいろあるので、ぜひチェックしてみてください。それではその動画をご覧ください。真子チャンネルスタート。まず最初はこちらです。じゃん、シスターズファー、ホワイトファーです。こんな感じのふわふわの毛糸になっています。でダイソーもこういう毛糸の種類がもう本当にたくさんあって、で色もたくさんあるしすごい悩んだんですけど、ちょっと今回はシンプルに白を買ってみました。まだ何に使うかは考えてないんですけど、この触り心地がすっごい気持ちいいんですよ。もうふわふわしてて、なのでこちらをとりあえず買ってみました。次はこちらです。じゃん、メリークリスマス、ジュエリーポインセチアガーランドです。こちらはクリスマスにもぴったりで使えそうかなと思って買いました。この後ろのところに飾れるかなと思います。で色も何種類かあったんですけど、このピンクがなんかマコチャンネルっぽくていいかなと思ってこちらにしました。でこちらはガーランドになっているんですけど、他の形のやつとかもあって、そっちはちょっと DIY で使おうと思っているので、また楽しみにしててください。次はこちらです。じゃーん、シリコンチョコモールドラブリーハートです。こんな感じ、ハートの型が10個あります。大きさもいろいろあって、この全体もハートの形になっています。ラブリーハートこちらはレンジ OK、 食洗機 OK、 オーブン OK、 繰り返し使えるって書いてます。すごい便利で可愛くていいなと思います。最近始めたあの簡単レシピとかでも使えるかなと思うし、クリスマスとかバレンタインにお菓子作りとかにもぴったりかなと思います。次はこちらです。じゃん、工作材料立方体8個入ってます。ダイソーにはこういう木の木材の板とかもいろいろ販売されてて、でこの立方体ちょっと珍しいなと思って、なんか気になって買ってみました。すごいなんか軽いし DIY とかでも使えるかなと思います。そして最後はこちらです。じゃん、シェルフレークです。カラーは2色買いました。こちらはジェルネイルとかレジンの埋め込みにも使えるみたいなんですけど、このなんかキラキラ感がすごい可愛くて、この黄色っぽいのとピンクっぽいの2色買ってみました。またジェルネイルとかレジンとかで1回試して使ってみたいなと思います。いかがだったでしょうか。今回は100均ダイソーの購入品を紹介しました。最近はもう本当にクリスマスの商品がたくさんあって、もうこういう感じでいろんなカラーだったり形だったり見てるだけでもすごい楽しいので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。他にも池田真子のマコチャンネルでは DIY やメイクなど週4回アップしています。気になるのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田真子の100均ダイソーの購入品でした。バイバーイ。